エーデルは、アメリカ合衆国アヨワ州中央部ダラス軍の都市で、あり、同軍の軍庁所在地である。ノースラクーン川に接している。2010年の国勢調査では、人口3682人だった。エーデル氏は、デモインウェストデモイン大都市圏に属している。大学アメリカンフットボールでは最高栄誉である、ハイズマン賞を受賞したナイル・キニックが、エーデルの生まれである。 エーデルの町は当初、ペノーチと呼ばれていた。1847年に法人化され、1849年のいずれかの時に改名されたが、市の記録にそれに関する具体的な情報が残っていない。ノースラクーン川の西岸にあり、設立当時は唯一の軍道に沿った町であり、ダラス軍の中では最古の町である。 1855年時点では25件の家屋と3件の店舗があるだけだった。この頃からエーデルの街は急速な成長を始めた。エーデルは川沿いにあるので小麦製粉には豊富な水力を得られた。農員ガール・カントレル &CO が所有する土地の一部に入ることになった。デモインの JH ストロングと HH モファットが 1856年から1857年に2万ドルをかけて製粉所を建設した。水上にはダクサ約8フィートのダムが建設された。製粉所は維持状態もよく運転され、1時間平均で12、いし15ブッシェルを生産でき、最大能力は1時間30ブッシェルだった。エーデル銀行、1895年に強盗が、 発生したダラス軍庁舎1895年3月6日、二人の男が一等立て馬車で町に入ってきて、銀行強盗をやろうとした。彼らは窓口係を銃で撃ったが、その係は負傷しながらも金庫室を閉鎖し、タンブラージョを回すことができたので、多額の金を盗まれることを防いだ。その建物の2階には弁護士のジョージ・ W ・クラークが事務所を構えていた。 クラークが下に降りていくと、強盗がその銃を発砲した。しかし、その武器は不発であり、クラークの命は救われた。クラークは後に、アイオワ州の副知事に選ばれ、1913年から1917年を務めることになった。エーデルの歴史は、そのレンガ磁気道路を維持すると決めた時に強化された。さらに、1902年に、 約10万9千ドルをかけて落成した大建築、ダラス軍庁舎がエーデル中心街にそびえている。その外観は丸みを帯びた角や窓とともに、フランス風建築の良さを称えている。当時は、来たるべき時代に重要であり、その特徴となる大建築を建てることが、諸軍の間の競争になっていた、ダラス軍監督官マーク・エイ・ハンソン・エーデル氏は、 座標北緯41度37分00秒、整形94度01分18秒、北緯41.61667度整形94.02167度、41.61667-94.02167に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は3.28平方マイルであり、 このうち陸地3.27平方マイル、水域は0.01平方マイルで、水域率は0.30%である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。